はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく4時になろうとしています。11月は4日の土曜日ですね。さて、土曜日なんでね、で昨日しかも文化の日でしょう。で休みだったんで、国内ではですねあんまりその大したニュースはないんですけども、海外は昨日もやってましたから、まあまあまあいろいろとニュースが来てまして、まあ、これあんまり曜日関係ないかもしれませんけど、李克強さんですね、27日にお亡くなりになって、2日の日にですね、まあ、葬儀みたいなものが執り行われたようなんですけども、その前後のですね動きについてですね、やっぱりいろいろと記事を読んでいますとですね、変ですね、明らかに不自然ですね。明らかに不自然で、このやっぱりね、どう言いましょうかね、習近平の意思がね、その李克強さんの死について働いているんちゃうんかなという気はしますね。まあでもいくつかね、解けない謎があってですね、李克強さんは一市民なんですね。まあ、長老とはいえもう政府の人ではないし、肩書きはないはずなんですよ。であるのにもかかわらずですね、習近平さんにはよほど邪魔やったんかなと、まあまあ、そう、中国の場合ね、長老って相当力持ってるんですね。それこそですね、次の政権誰に任すかっていうのを決めるのもですね、長老やったりするわけなんですよ。ただやっぱり現役は強いですからね、今習近平さんってもう圧倒的な独裁なんですね。で、まあ長老がうにゃ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 言うたところでですね、そのひっくり返せるようなものではないんでしょうけども、もしかしてですね、習近平さんに対してですね、李克強さんが長老の立場からですね、年下なんですよ、習近平さんより。2つか3つ年下なんですけど、なんかこう邪魔するとか、習近平に対してなんか逆らうような動きをなさっていたのかもしれません。まあそのあたりはよう分かりませんけども、だからですね、 あちら側に行っていただく必要を習近平が感じていたのかもしれません。多分これはですね、よほどのですね、そこ、これに関わった人間がバラさないとですね、表には出ない話だと思うんですね。多分アメリカも必死で情報収集してると思うんですけど、まだあとアメリカサイドから何にも出てきませんから、多分何も知らないんだと思いますね。何か確実に握ってい ていたらですね、漏らしてくるはずですけどね。これは習近平に対する揺さぶりになりますから。はい。で、今私が見てますのは JB プレスというサイトにですね、今日だと思うんですけど、2つ興味深い記事が出てまして、一つは近藤大輔さん、暴殺説が消えない李克強前首相、告別式で見えた習近平主席と実際の人間関係ということで、近藤大輔さんがですね、この葬儀の模様についてですね、中心に、なんか変やでという話をしてるんですけども、近藤大輔さんの原稿で注目はですね、その習近平さんの奥さんがいらっしゃってですね、その奥さんがですね、非常にこう優秀なエリートであってですね、なんて言いますかね、今まで出てこなかった、テイ・コウという、方らしいんですけども、大学教授なんですよ。で、英文学かな、ご専攻は。で、英語に不自由しないらしいんですけども、あんまりその、李克強さんの外遊にはついていかなかったということらしいんですね。で、その、テイ・コウさんという方がですね、習近平さんと話をするときにそっぽを向いてたというようなことが書かれていましてですね、まあ、何かをご存知なんでしょうね。そういったことがずっと書いてあります。で、これはですね、その奥様が目立たないのは、習近平の奥さんがですね、元女優でですね、これは、なんて、なんて言うのやろ。
ちょっと私は読めへんわこれ、ちょっと待ってね、よく出てきますよ奥様、いやもの元はすごい美人、ホウ・レイエンですね、ポン・リー・ユアンという、まあ、綺麗な方ですけど、この方はですね外遊にほとんどついていくんですね、最近あの夫婦喧嘩したなんていう説もあるんですけど、ホウ・レイエンさんにと比べてですね非常な再演ぶりなわけですね、その皇帝さんという李克強さんの奥様は。で今回もですね非常に悲しんでおられるというのはですね、こっちの方ですね、福島香織さんがお書きになっている同じく JB プレスの記事、タイトルはですね、なぜ慌ただしく仮装にクエスチョン、李克強の突然死に広がる疑念、十分な調査や追悼をなくと、上海でお亡くなりになって専用機で北京に運んでですね、棺桶の中で背広を着て眼鏡をしていたというんですけど、プールでしょ、もともとは水着しか着てないはずなんですね、まあ着てたんでしょうけど、それでもって、もうですね2日にはダビに伏したと、要は解剖していないやないかと、死因が何か分からへんやんということですね、やっぱりね怪しいです怪しいですいろんな、ね、状況証拠を積み上げるとですね、これはやっぱり誰かのですね手にかかったんではないんかなという気がしますね、ちょっと福島さんの原稿のですねまとまっているのがですね3つあるんですけど、まず仮装が怪しいと、新華社の元ベテラン記者が書いたとされる死因調査や公式の追悼メッセレモニーなどを求める陳述書がネットで拡散していると、それはこう疑問を呈しているわけですね、でそもそも習近平体制に対する不満を抱く民衆は少なくないと、それは去年の白紙革命でも分かりますよね、あれは全国的に広がりました、結局当局にゼロコロナ政策をですね放棄させる結果にを導きましたね、まあだから当局はあれを恐れているわけですね、で、今のところですね、その李克強さんを追悼することによるですね第3の天安門みたいな動きはないと、これについて近藤大輔さんは、李克強さんは天安門事件の時のですね高陽宝さんやですね第1次天安門事件1976年の第1次の時の周恩来みたいな、あそこまでの大物ではないと、まあ確かにその通り、トップにはなってませんし、まあ周恩来もトップにはなってませんけどね、高陽宝は形の上でトップになりました、今回の李克強さんはそこまではなっていないけど、まあ、民衆には人気があったというのは確かですね、で、まあ、今回起こらないだろうと、当局もがっちりがっちり抑え込んでるしということですけど、まだ分かりませんよ、まだ分かりません、何かの動きでね、何かのあれでうーっと変わるかも分からないですね、きっかけが何かあればね、なんでですね、まだ分かりませんけど、まあ、近藤大輔さんの見立てはですね、何にも起こらへんやろうということですね、福島香織さんは分からへんで、分からへんでという立場ですね、私も分からへんでという方ですね、いう方かな、まあ、僕なんか多分素人なんですけど、近藤大輔さんも福島香織さんも、もうそれは素晴らしいチャイナウォッチャーですからね、見立てはいろいろあるとは思いますけど、何が起こっても不思議はないと思いますよ。でいろんな記事を読んでいるとやっぱしですね、これは普通のですね、出来事ではないと、習近平の意思が働いていたと、だからその後の処理もですね非常に怪しいということですね、まあ、真相はさっきも申しました通りですね、多分闇の中に葬られる可能性の方が高そうに思えます。まあこれね、関わった人がねアメリカに亡命して全部バラしたみたいなことになればですね、なんだく見えてくるんですけど、まあ今のところそんなことはないでしょうね、よっぽど慎重にやってると思うんでね、はい、
ということで、この JB プレスのですね、記事、2つのアドレスを貼っておきますので、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。